皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はジョセフさんが8月27日に配信した火曜日恒例の予言の5回目をご紹介します。2024年8月27日の予言。この短い映像は見せないでおこうと思いましたが、実はジョージ・ブッシュの一味がハリスを推しているのです。ブッシュは共和党員なのに面白いお話です。ですがここで思い出していただきたいのは、ブッシュはスカル&ボーンズという秘密結社の一員であり、また大量破壊兵器があるなどという嘘を喧伝していた人物でもあるのです。それだけでなく多くの人たちがこの星から去る原因を作った人でもあります。嘘と詐欺で塗り固められた人なのです。そうやって私たちを18年にも及ぶ戦争に引きずり込んだのですが、多くの人たちが気づいていないでしょう。とにかくあのような人たちを決して信じてはならず、彼の父であるブッシュも国連と一緒に新世界秩序を宣言していました。ティム・ウォルズは確か2020年に共産主義的な運動をしていました。スピリットは将来出てくる政党について語っていますが、その新政党は二大政党制を壊す存在で、政治に健全な風を送り込むものだそうです。そのようなことができるのかどうかはわかりませんが、スピリットはしばらく前からそう語っていました。それは多分これからのお話になると思いますが、2032年の選挙でのことでしょう。スピリットによれば腐敗がアメリカを何世代にもわたって壊し続け、また全人類をも巻き込んでいることを真っ先に認識すべきだと言っています。まず腐敗こそがこの国を一新するためにも排除されなければなりません。またスピリットによれば、良いものを見るためにはとても大変な時代をくぐり抜けなければならないそうです。それでも将来良い時代が来ることは疑いようもありません。今私たちは艱難の時代に入ったばかりであり、これからやってくるさらに緊迫した事態はまだ想像もつかないでしょう。以前からお伝えしている通り、恐れるのではなく魂で地球とつながり瞑想し、健康な食事と水をとっていればどのようなことでもできるのです。私は非常食を30日分は備蓄していますが、きっとそれ以上の備蓄がいると思っています。ロバート・ケネディ・ジュニアについてですが、彼は大統領選挙から降りてドナルド・トランプ陣営に加わりました。私は彼に一筋の希望を抱いていて、これから独立した勢力を作ると思っています。そのことはグローバリストから見れば決して起こらないことですが、新たな勢力がこの政治の潮流を変えてくれるでしょう。スピリットによればまだその勢力はできていませんが、2032年の選挙は全く打って変わったものとなるでしょう。その時はすでに新地球へと入っているからです。その世界はケネディが言っていたようなものとなり、私もそう思っています。どうか皆様ネガティブなコメントや意見に惑わされないでください。これからの世界は私たち自身で作るものなのです。今後人々は自分が投票した相手に対して後悔すると思いますが、人は自分で学ばなければなりません。子供に口でやってはいけないことを言っても、実際に自分で体験してみなければわからないのと同じです。どうか皆様、他人を変えようと思うのではなく自分のことに専念してください。選挙は確か火曜日だと思います。また違法な票が出てくるでしょうし、再びそのような票を入れてくるでしょう。それは先日の選挙でもあったお話であり、それが民主主義を失墜させるのです。民主主義の破壊こそが闇側の考えていることであり、国境を開いて不法移民を限りなく入れています。彼らに投票させてグローバリストに政権を握らせ、ブッシュの父が昔主張していた新世界秩序を実現させるのです。それこそ彼らの目標の一つであり最終目標なのです。闇の網がほころび始めて光の網に取って代わると以前お伝えしたと思います。それでは再び前の選挙であったような不正投票を許して彼らは逃げ切れてしまうのでしょうか。
スピリットによればもうすでにそのようなことを試みているそうで、それはまた鏡面効果を生むそうです。鏡面効果とは特にナルシストがなりやすいのですが、自分自身の姿を他人に投影することを指します。まさにナルシストが道を通るときによくすることで、私がすることを彼らもするのです。人のすることを自分に取り込み、他人を独裁者かのようにみなしてしまうのです。これがナルシストが政治に与える深刻な影響なのでしょう。そうやって自分の姿を他人に投影することを鏡面効果と言います。もし他人がそのようなことを皆様にしてきてもただ無視すればいいのです。もし彼らの術中にはまってしまえば皆様までもが悪人に見えてしまいます。どうかそのようなことにならないようにしましょう。ですが言うは易く行うは難しと言いますね。一体メディアは何度トランプというドイツ人の名字を叫んで彼を独裁者などと吹聴したでしょうか。これは鏡面効果ではないでしょうか。誰が喜びを連呼して喜びが強くするなどとまくし立てていましたか。それこそがまさにマルクス主義なのです。そのことを分かっていればまた覚醒へとつながります。自分で調べてみてこそ本当の喜びにたどり着けます。それでは医療とテクノロジーの話題に移りましょう。治療の分野においてさらに良いものが出てくると前々から予言してきましたが、慢性的な傷について画期的な発見がありました。そのことについてはメンバーの方が教えてくれました。研究者は慢性的な傷に巻く絆創膏を発明し、それは電気によって刺激されます。それは従来の絆創膏よりも効果があることが米科学振興協会の動物実験で明らかにされました。SF 映画にあるレーザーを当てたら立ちどころに傷が消えるようなものが将来出てきます。実際にすでに発見されているにもかかわらず、政府が隠している特許がたくさんあります。そのような事実を明らかにするためにも大統領がそうさせる時代を引き寄せる必要があります。スピリットはそのような形で明らかになるわけではないと言っていますが、まあそれは置いておきましょう。それらの驚くべき技術が私たちの目の前に広がる将来が見えています。そのためにも私たちはさらに新地球の中へ入らなければなりません。将来の治療法については今後配信するチャネリング予言のテーマでもあります。それは今週か週末にでもお届けしようと思います。これから9月予言と2つのチャネリング予言の合計3本の動画を配信するつもりです。恐怖を煽る攻撃についてお伝えしましょう。それに関する予言もいくつかあり常に罪なき人たちが犠牲になります。以前ナイフでの攻撃が起こると予言した直後にイギリスでそのような事態が発生しました。これからもっと多くのナイフによる惨事があるでしょう。それはその国では銃が持てないからです。それから今まで何度となく群衆を避けるよう警告してきました。街でのお祭りやミュージックフェスティバル、カーニバルなどについて警告してきました。テイラー・スウィフトのコンサートもテロの危険によりキャンセルされました。そして先週末にドイツでまた恐怖を煽る攻撃がフェスティバルで起こり、罪なき人々や家族が犠牲となったのです。それはまた教訓を残しています。ここアメリカではグローバリストたちが憲法の精神と権利を踏みにじり、特に武器を持つ自由を否定しようとしています。ですがこの権利は建国の時から与えられているものなのです。銃撃による大量虐殺があればアメリカは恐怖に陥れられますが、それが闇側の目的であり、そうやって人々が銃を持つ意志をくじこうとするのです。武器がなければ私たちは抵抗することができません。それがこの国の憲法の精神なのです。いかがでしょうか。ジョセフさんが言うように民主党の候補が変わってしまったら、ここまで持ち上げられたハリスは部屋の隅でうなだれることになるでしょうね。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、
ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。